よし、やるか。ニャオース。あれ、やるの？やるやる。何がニャオースだっぱ、バカし。寝坊じゃなくて、なんか PS3 の調子が悪くてさ。データベースの再構築とかいろいろやってて遅れちゃったわ。アニマルハンター Z じゃないから。ニャオース。ニャオースではない。まったく。何がニャオースタッパーバカしい。遅刻じゃないから PS3 これやろうと思ったら、なんか PS3 のがデータベース再構築とかいろいろなんか3回ぐらい再起動始まって それでできなかったんだよ。今日はじゃあドラえもんで行くか。僕に言おうとか言ってるけど、見えてる時代なんかねえから。PS でも限界では。そうだな。もう古いからな、だいぶな。とはいえ、今更買い替えてもな。で、なんだっけ？水のダンジョン行くんだっけ？水と火のダンジョンか。ドラゴナイトハンター Z 実況面白かったです。 いやー、だいぶ苦戦したな、あれな。お、ドラちゃん。PS3 多分大丈夫かな。魔界大迷宮、いよいよか。あれ？火と水のダンジョンとか言ってなかったっけ？火のダンジョンと水のダンジョンじゃないのか。突然死あるぞ、ちょっと怖いな。ドラえもんでエロトークしねえから。見つけたぞ。また遅刻か、のびーじゃないから。電車遅延みたいなもんだから。で、火と水のダンジョンか。これだ。まあ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 、そうだな。わかりやすいな。めっちゃわかりやすいコース。よし、行くか。行こう。行こう。ラー油くん。にゃおーす。何がにゃおーすだっぱ、バカしい。えい。 じゃあ、氷から攻めるか。3つまでしか持ち込め、3つまで。逆に言うと、3つは持ち込めるわけね。しょうがねえな。25分くらい、ちょっと PS3 の再構築でね。じゃあ、武器だけでいいか。というわ、エンジン。行こう、しんのすけ。しんのすけ、そういえば、名探偵ピカチュウの主人公の声あるんだよね。あ、だから、相棒がベルトさんからピカチュウさんに。酒飲んで寝てないよ。なんだかんだ1時間ちょっとで終わったからな。昨日のアニマルハンター Z 配信は。繋がった！言いそうだな。警察から探偵にね。あなたをホスト中って表示されてんだけど、これなんだろう？ Twitch の方。ホストってなんだ？まあいいや。しんのすけがね。よし、お、氷のダンジョン。名探偵ピカチュウ、まあまあ、楽しみではあるかな。ただ、なんか 3D 化はちょっと、3D 化というか、CG 化はかなり癖があるよな。ピカチュウの電気袋が単なるなんか、色の違う毛になってるところはちょっと気になるかな。リアル表現はまあまあ、そんな嫌いじゃないんだけど。激プリ来たか。最初から武器あるとやっぱ全然違うな。あ、メデューサだ。またお前がザコル出てくんのか。メデューサ。みんなのトラウマ。久しぶりに見たな。ああ、ゴジラ発表されてたね。来年やるハリウッド版ゴジラに出てくる
ゴジラ、キングギドラ、ラドン、あとあのモスラがね発表されてたわ。またおめえか。去年のドラ焼き。それはドラ焼きじゃないんじゃないか。食べるとお腹膨れるよ。わわわ、本当に食べちゃうの。モスラがすげえ虫っぽかったね。キングギドラ良かったな。キングギドラはなんていうかその首が3つあってでかい翼で空を飛ぶ怪獣なわけじゃん、キングギドラって。だから今度のハリウッド版はキングギドラの体を小さくして首と翼をでかく強調するってデザインになってて、あれがすごいハッタリ聞いてる好きだったで、去年のドラ焼きだよ。で、去年のドラ焼きだよ。どうするこれ。かけながら来た。かけながらのコーヒーモーションは相変わらず独特だな、これ。ネオンスクイド。アニマルハンター Z 終わったんで、レイニーフロックのアイアムザヒーローをちょっと今進めてるわ。アイアムザヒーロー。あれ面白いけど、なんかちょっと、なんか、去年のドラ焼き、去年のドラ焼き多いな。軸が歪んでるわ。え、ここなんか、去年のドラ焼きを食わないといけないダンジョンってことこれ。そんな苦しいダンジョンがあんのかこれ。ブロック崩しは、なんかタイムアタック企画またやるらしいから、実況してもいいかな。保存状態はいいはず。よくねえよ。よくないんじゃないかこれ。え、去年のドラ焼きいくら氷のダンジョンにあると言ってもな。円安だ。先月と去年のドラ焼きしかない。マジかよ。勘弁してくれ。でもドラえもんだから食っても平気なんじゃないか。ドラえもんの体内には原子炉があって、何食っても平気って設定があるから、確か。大丈夫じゃないか。円安が多いな。魔物ロス多くね。金がどんどんなくなっていく。アニメの化の際になくなってそうな設定っていうか、まあそこら辺の内部構造は一応なんか図鑑とかそういうのに乗っかってる設定だからな。どこら辺まで正式に認めていいものか。あ、そうそう、なんかあのこう食べ物をエネルギーに変える炉がついてる。でもあの原子炉は本当にあったはずだよ、昔は。昔のドラえもん関係の本にそういう設定が乗っかった、原子炉は。お、店、久しぶりに来たな、店。去年のドラ焼きっていくらで売れるの。5円。買ってくる、あ、そうですか。買ってくれるだけありがてえかな。お、ミニドラ、ミニドラ。お、なんかミニドラなりにいろいろ助けになろうと頑張ってくれるよ。たまに変なこともしてかしちゃうよか。ミニドラはちょっと、ドララーだよね。ミニドラちょっと買いたいな。トレアドール。トレア、あ、使うと勝手に歩き出して魔物の木を引いてくれる。これなんか、映画で出てきたよね。トレアドール。トレアドール、あのなんか、あの、闘牛士みたいにさ、敵を誘導してくれるやつ。魔界大冒険だっけ、トレアドール。なんだっけな。これも日本誕生だっけ。頑丈。地球中華のダメージを受けなくなる。めちゃくちゃいらないな。ミニドラ買っとくか。よし。まあまあ、回復アイテムがあればとりあえずな。ドラえもんズ、最近は出てないんじゃないか。声優変わってから出てないよね。ドラえもんズ。泥棒、できそうなんだけど。やったら絶対リスクでかいから怖くてできねえな。つかあのショップって何なんだろう。
かけながら引っ張りつドラえもんで、そう昨日のねアニマルハンター Z 実況じゃないや、昨日のドラえもん実況でドラえもんの名前を思い出していたら気を取られて死ぬってのやったからなやめろ、大丈夫、大丈夫だよ大丈夫だよ、大丈夫で思い出したけど、ドラゴンボールの映画もうすぐだな、ブロリー楽しみだな、めっちゃ楽しみだわ。ネズミスイッチ、え、どういうトラップこれネズミって言ってたけど、アニマルハンター Z 俺が買ったからやった。あ、またショップ、あ、なんかいっぱい武器いっぱいある、ありがてえ。アニマルハンター Z 買ったからやっただけだよ。もう一回振ろう、いや怖い怖い、進化体化放射宣言封印の杖だな。お、連発型風雲光線銃、何これ遠くにいる守りでも攻撃できる。おお、眠り混乱毒の中から必ず一つ、え、これめっちゃ強くない？連発型風雲光線銃ってなんだ、これわからないな、これは初めて聞いたな。あ、ゴジータね、ゴジータ公式がネタバレすんなってすごい荒れてるやつな。喧嘩手袋、ほんの少しだけどダメージが跳ね返されてしまう。喧嘩手袋ってこれ自分と喧嘩できる道具だよね、なんか装着すると自分の顔をボコボコに殴り出して自分に一人で喧嘩できるっていうねどんな道具だよっていう。あー、でも攻撃力10はでかいな。水切りの攻撃力はなんだっけ、4か。ショックガン、ショックガンは普通にショックガンだな、結構強いな。攻撃力12で金縛り効果はでかいな。ショックガンはなんか静香ちゃんが使ってる印象あるな、映画で、映画で静香ちゃんが使ってる印象ある。海底祈願城だっけ、ショックスティック、おー、あ、ここ、あ、これこれあれじゃん、ギガゾンビで日本誕生で使ったやつじゃん、日本誕生で使ったあれじゃん。うわ、これこれ欲しいけど高いな、これ使いたい、これ使いたいんだけど、ショックスティック、ギガゾンビと一騎打ちして22世紀の最新型なのにって言ったら、こっちは23世紀のモデルだぞって言って1世紀負けたかで倒れるやつね。そうだよ、あー、これ欲しいな、これめっちゃ欲しい。ドリームガンは勝てないからな、諦めるしかないか。ゲラメーソプンピストル、これなんだっけ、当たったら笑っちゃうやつだっけ。あ、そうだな、笑いブルブル、怒りの中必ずどれか、怒りはちょっと怖いな。マジックハンド、お、2マス先の魔物にだ、これめっちゃ強くないか、いや、これクソ強くないか。2マス先の魔物に攻撃って超強いじゃん、しかも攻撃力9だぞ。そうそう、1世紀負けたから倒れるやつね。あのシーン超かっこいいよな、あのシーンのドラえもんめっちゃかっこいいな。じゃあミニドラを7に入れるか、いや水切りのおぎりいくらで売れる、900円か。じゃあじゃあじゃあ、いや、これこれでしょ2マス先に攻撃は強すぎる、しかも攻撃力9だぞ。ショックスティッカーもったいねえけどまた今度な。いやー、泥棒怖えわ、こういうところでも。ほら、あれ、斜め攻撃はできないのか、え、なんかちょっと微妙じゃない斜めにはダメなのか、え、2マス先の敵だよな、だからこういう時で、おー、おらおらおら、いいねいいね、強いね。あ、しまった、あー、ショックスティック欲しかったな。でもこのダンジョンだったら怒ってるかな、ショックスティック。アイテム集め、一応ね、一番その去年のドラ焼き一番先のダンジョンだから一番いいものが起こってるって感じか。いいね、先生取れるのでかいわ。ザ・ハンドあおわ、円安は来てる、よし、やっぱ強いな、攻撃力9だから単純に強いし、あ、ショップ多いな今回。スモールライト、デラックスライト、なんだっけこれ、レベル上がっちゃうか、他に別の使い方があるかもって、なんだ、
光を跳ね返す魔物に使って自分のレベル上げるみたいな感じ。種なしマジックハンカチ。あー、変化の変化か、変化いいな。万病薬、地震生、地震生強いんだよな。地震生って強いよりに安いよな。グルメテーブル、あ、来た、グルメテーブル掛け。何か別の道具と交換でドラ焼きがもらえる。別の道具と交換、あ、これはあのパンの巻物か。グルメテーブル掛け、結構微妙だな効果。映画とかではあんなに魅力的なのにな。このゲームではなんか微妙だな。ナーバリエキス。これなんだっけ、あのそのなんかあの電柱かなんかに垂らすと、そっから自分の縄張りになって入れなくなるみたいな道具だっけ。でなんかあの使い方がこう、股間にこれをくっつけて犬がおしっこするみたいなポーズで電柱に液を垂らすみたいな、そういう使い方なんだよ縄張りエキス。使った場所から外に出ない限り周りにいる魔物から全く攻撃されなくなるよか。正義だな。暴力エネルギー探知機、俺ジョークミだ。ゴルゴンの首。ゴルゴンの首普通に言ってんのか。あ、敵が来た。これはもうまあこの種なしマジックハンカチを使うしかないだろう。種なしマジックハンカチで去年のドラ焼きをどんどん秘密道具にしていこうぜ。ほら、種も仕掛けもありません。催眠器使うと前にいる魔物を眠らせる。これはいいな、これはいい。で、暗記パンも使おう。種も仕掛けもございません。万能オープナー開けゴマ、これ高く売れるからこれいいな。これは当たりだな。結構いいものに変わるな。小人箱持ってるだけで眠っちゃうとき一人でに現れて、ま、魔物戦ってくれる。あ、これなんかあったな、これ。眠ってる間だけ現れて仕事をやってくれるみたいな道具だよね。あの、なんかのび太が宿題をやってもらった記憶あるわ、小人箱。なんか強そうだけど、でも眠んないとダメなんだよな。眠らないと使えないから結構使いどころ難しいな。すげえ道具拾うなこれ。すごいネタを拾うな。万能オープナー開けゴマ売れば5000円で何でも買えるけど、ただなんかなんだろうな、ちょっと温存しておくか。あ、地震ナマズは買う。地震ナマズと軽服アイテムは欲しいな。あ、なんだっけ、おち昼寝のしすぎで寝ようと思っても眠れなくて小人が出てきてくんないみたいなオチだっけ。お、腐った魔物来たか。お、これ貫通なんだな。敵が2匹並んでると普通に貫通攻撃になるんだ。強えな、めっちゃ強くないこのグローブ。お、天狗とのドラ焼き、よし、いいね。普通に攻撃力も高いし遠距離攻撃だしな、いいね。ここのボスってなんだろう。ここのボスキャラの能力気になるな。小人箱が出るってことはなんか睡眠攻撃を してくる敵っていう可能性もあるよな。円安、よしよし、円安もう怖くねえぜこれなら。お腹すいたな。俺はもう晩飯を食ってからやってるから腹減ってないわ。今日はヒレカツ食ったわ、ヒレカツ。お、腐った魔物、本当に腐ったドラ焼きばっか怒ってる。あ、寝た。お、出てきた、消えた。もうなくなってる。もうなくなったぞ、今のでなくなったぞ小人箱。あ、びっくりした。これ敵か。ん、あれ敵じゃねえか。二つ星魔導士。くそ。小人箱使い捨てかよ。厳しいな。雷大鼓。左のはあの、元気が出る爆弾かな。こけおろし投げ弾か。
ウルトラストップウォッチ。隣だった魔物の動きを止められるか。絶対安全傘。4。魔物攻撃をかわせる。これ強いな。救急箱。なんか、メカ救急箱。装備してる武器や防火、痛まなくなる。メッキか。どうすかな。絶対安全傘欲しいな。万能オープナー売っちゃうか。魔法攻撃弾けるのめちゃくちゃ強いでしょ、これ。ちょっと防御力は低いけど。万能オープナー売っちゃうか。これをなんか使うのがそのうち来んのかな。ほい。金が足りない。くそ。どうしよう。絶対安全傘。絶対安全傘欲しいんだけど。去年のドラキ売ってもしょうがないし。取っとくわ。諦めるしかねえ。あ、でも、催眠機売るか。絶対安全傘絶対使うと思うんだよな。ボス戦で、待った待った。500か。あ、そうですか、じゃない。3000ぐらい。2000円足りないのか。ステンレス鍋蓋はいくらで売れる ?800 か。どうするかな。ミニドラを芯に入れるか。いや、待て待て、ステンレス鍋蓋だ。そっか、催眠器とステンレス鍋蓋を売って800円なのか。なあ、諦めるか、じゃあ。ミニドラ使っても金は増えないでしょ。顔もあるかな。メガ救急箱は使わない気がするな。雷雲強いっちゃ強いけど、雷大鼓、あ、これは普通に地震ナマズと同じか。じゃあこれで買っとこう。よし。わあ、いっぱいいる。貫通パンチ、二つ星の魔導士なんだ。あー、しょうがない。じゃあ先月のドラ曲を。なんか気持ち悪い。あ、視界が狭まってる。目つぶしか。見えない、何か。よし、治った。満腹と全然回復しねえな。30か。あ、ドラ焼きあった。去年のドラ焼き。先月のドラ焼きを食うと目がつぶれる。怖い。ミニドラ使っても、だってミニドラ使っても、ま、満腹度は増えないでしょ。ミニドラを食って満腹度を上げるとかじゃないでしょ。ミニドラが自分を食えって言ってきたりしないでしょ。あー、これなんか入りたいけどな。入れ替え系の道具ねえもんな。入れ替え系の道具結構大事だな。こういう地形結構見上げるし。ハリウッドモンスターなんかこう別の虫みたいになってたな。まあ、嫌いじゃないけど、なんかあのモスラだけ別物になってる感じはしたかな。あれはあれで好きだけど、まあ、キングギドラだよ。今回すげえのは。よしよし。ショップがこのダンジョン多いから。あ、腐った魔物。ほら、これはトラップだな。500円拾った。よし。お、いいぞ。300円。去年のドラ焼き。去年のドラ焼きか。よし、魔物ボスぶっ壊していくか。でもぶっ壊してもあんまりいいことないんだよな、このゲーム。なんかあったっけ、魔物の巣を壊すメリットあったっけな。モスラを女神として描くか。あ、壊れた。壊れたけどやっぱりアイテムが出るわけでもないし、鉄火出なくなるだけか。お、いいね。あ、こういう水路越しに殴れるの強いな。強い。くそ。あ、ドラえもん。
ああちょっと、よし、そうくるか、えい、えい、よし、レベルアップ。またまた、この魔法の射線に入らないようにして。アニゴジのキングギドラ俺見てないんだよな。アニゴジ一作目だけ見てうーんってなって、そっから見てないからな。去年のドライ食っとくか。去年のドライ今日パクパク食べた。攻撃力とレベル下がんのやべえ。ちょっと待ってくれ、攻撃力とレベルダウンはちょっとシャレになってないぞ。あ、見てあった。攻撃力とレベルダウンきついな。黄金バット、黄金バットってなんだ。100発100中か、必中か。黄金バットってなんだっけ。黄金バット、昔のアニメじゃないよね。紙芝居じゃないよな、黄金バット。ショックスティック欲しいな。あ、でも、あ、買えるじゃん、ショックスティック。ドリームガン、ドリームガン。パワーツルハシ。壁を壊せるか。あー、泥棒できるか。あ、遠いな。忘れバット。装備すると魔物のダメージを与える。なんか、なんだっけ、これ。忘れバット。名前は、なんとなく覚えてるけど、絶対安全ガスだ。どうすっかだな。マジックハンド強いから、もうこれで十分な気がするんだけど。食事3じゃん。15か。いや、じゃあ、これだわ。じゃあ、これだわ。超強いぞ、これ。いいよ、よっけ、オッケー。これでクリアだろ。そうそう、なんか、なんか、バットで殴ると記憶が消えるみたいな道具だよね。いや、強い。やばい道具だな。強い。お、万病薬ありがたい。よし。回復アイテムも十分だし、ボス戦もこれでいけるな。ただ、ボスの能力がどうなるかだな。睡眠とか混乱だと厄介だな。満腹とはきついな。一応、ドラ焼きはあるけど、去年のドラ焼きとかばっか、去年のドラ焼きちょっと怖いな。お、ドラゴンキッズ。ドラクエかな。あ、これあれだよ、魔界大冒険に出てきたやつじゃん、こいつ。こいつも。最高ウッキー。そんな名前だっけ。魔界大冒険にいたよね。そうだ、グルメテーブルかけいたな。あ、遠距離攻撃か、こいつ。去年はちょっと使えねえな。ただもう満腹度がお、グルメテーブルかけ欲しい。あるか。種なしマジックハンカチか。グレードアップ兵器、これもしかして武器パワーアップ。そうだね、よし、武器パワーアップか。お医者さんカバン、状態変化も治る。お医者さんカバン、まあまあまあ。正義ロープ、釘付け、種なしマジックハンカチを買うか。グレードアップ機も買う。さてどうする、さてどうする。去年のドラえ、まあ、とりあえずグレードアップ機を使おう。よし、圧倒的に強い。ビッグドラ焼き、なんかもう食べちゃったよね。なんか いらないものを見つけたら、この種なしマジックハンカチでどんどん変えていくけど、なんかいるぞ。なんだこいつ、なんだ怪しい木。これも魔界大冒険だっけ。カバンはちょっと高いからな。いやー、去年のドラ焼きはもう食えないぞ。ちょっとレベル下がるのはきつい。怪しい木がいっぱいいる。お、なんか色の違うやつが。黄金の精、倒しても特に何もないか。あー、金が、この金に使えるか。この金を種なしマジックハンカチで変えられないか。そういう風来の試練的なシステムはないか。
魔界の森にいたやつだっけな。なんか見覚えあるな、怪しい木。階段がまず見つからね。左側の空間気になるけど、ちょっともう進もう。これはもう先のステージにかけた方がいいわ。去年のドラ焼き、これ以上食いたくはねえな。あー、ドラゴンキッズ。食うしかねえか。くそ、攻撃力下がるのきついな。攻撃力はなんか違うんだよね、その武器とは違うやつだよな、力だよな。去年のドラ焼き腹持ち悪いからすぐに減っちまうな。あ、これ混乱もしかして。寝た、やべ、大丈夫か俺。ちょっとドラえもん、ドラえもん、あっ、ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。これそっちじゃない。あっぶね、怪しい気やべえな。ドラ焼き、先月はオッケー。先月は目がつぶれるだけなんで。よし、これで満腹度に余裕できたから、種なしマジックハンカチを使っちまおう。グレードアップ駅、よし、いいのになったな。なんか強そうなやついんな。おお、なんかダイナソア、昔の日本ファルコムのゲームみたいなのが出てきたな。魔物発生装置壊してもな、得るものがないから。お、よし、ショップいいぞ。種なしマジックハンカチ多いな。種なしマジックハンカチ多いな。取り寄せパック、取り寄せパックはなんだっけ。あ、え、自分の部屋に置いてある秘密道具、倉庫からなんか持ってこれる。これ倉庫にドラ焼き入ってたっけ。ほら、ん、これは中身吸い通る。卵を割らないで秘密道具、卵って何。卵って何これ。中身吸い通る。クイックを買って種なしのやつで。卵ってなんだろう。そうだな、壺みたいなのがそのうち出てくるってことかな。グレードアップ液からの種なしマジックハンカチ。逆時計、そのフロアを初めから連動する。え、これはあの時の砂だよね。時の砂か。初めからってことは全部買ったものとかも全部やり直してこ、やり直したことか。便利なような、そうでもないような。これが攻撃力、あ、これ買っとこう。ちょっとあの去年のドラ焼きの食いすぎで力下がってるから買っとくしかねえな、これ。当たらん。よし、泥棒できてきたらいいんだけど。泥棒できたらいいな。逆時計は値段次第だな。75円安いな。そんなにいいアイテムでもないのか。意外と取り寄せバッグはちょっと、あ、でもこれ1個だけか、使えるの1回だけだから。これドラ焼きを置いてきたっけ。ドラ焼きを置いてきたかどうかがちょっと気になるな。種なしマジックハンカチ使うか。じゃあ逆時計どうするかな。逆時計使わなきゃいけない状況ってどういう状況だ。またまった。ちょっともうちょっと探索してみるか。
あ、怪しい木が多い。最高級も来た。よし、おら来いや。何もないか。うん、次の回行くか。じゃあこのままボス戦行ったとしても割と勝てると思うからな。行くか。ジオウの竜気か。なんかジオウのそこら辺の概念は結構なんかこう適当なとこあるからな。逆時計泥棒できる。でもさ、泥棒してこのボイス細かくていいな。泥棒に失敗した時ってあの逆時計使う暇もなく死ぬんじゃないか。泥棒に失敗するときはそのすごい強い店主に殴られて死ぬときだから使う暇なさそうだな。待って、これはちょっと殴るしかないか。去年のドラ焼きを食べてます。ひもじいの黄金のせいはあれか、あの足が少し速いのか。他の強いな強いな、ショックスティック。あー、先月か。先月ならオッケー。先月のドラ焼きだったら大歓迎だよ。あ、なんか違う。先月なら、お、金がいっぱいある。あ、クリティカルヒット強い。先月オッケー。先月なら大歓迎だ。先月のドラ焼き大歓迎。今日はあのスーパーでカステラ買ったんだけどさ、あのドラ焼きとカステラがあってどっち買うか迷ってカステラにしたんだよな。ドラ焼きにすればよかったか。あ、くい、あ、来た。黄金バット。SL 煙突。これなんだっけ、あの、伸びた、なんかあの、頭の上に乗っけるとすごい力が出るみたいな道具だっけ、SL 煙突。なんかあの、無気力な伸びたの頭に乗っけて、石炭と水入れると、すごい勢いで煙が出てきて、で、伸びたがなんか、SL 列車みたいに街中走り回ってジャイアンをぶっ飛ばすみたいな話なんだけど、攻撃力とちょっぴり上がるか。補助装備か。なんかこの伸びたが煙突から煙出して街中を走り回るのでこう苦情が来るっていう、伸びたのままに苦情が来るっていう、そういう話だったな。ショックスティックもいいな。ショックガンか。忘れパッドはいいわ。バリアポイント強っ。12か。これ欲しいな。12の防御アイテム。重さ吸い込み銃。敵を吹っ飛ばすやつか。ジャイアント23機する話だっけ。あ、そっか、違う話だっけな。じゃあどうしようか。いや、バリアポイントは欲しいわ。防御力だったら3倍ぐらいでしょこれ今の。あ、2倍ぐらいか。いや、十分。どうしようかな。種なしマジックハンカチでなんか高い道具出ることを祈るか。待って、今9階か。 SL 煙突も欲しいけど、じゃあ種なしマジックハンカチを逆時計、サッチマンも逆時計で。泥棒アイテムがない。分身ハンマー使うと目の前にいる魔物が分裂したようにいらないよいらねえよこんな。マイナスアイテムじゃないか。180。くそくそ。なんかタークルのないか。種なしは、あ、結構高い。種なしタークルだな。雷大根はいくらだ。490円か。うん、ダメだな。痛い。うん、あとでも1000円ぐらいか。1200円か。悩むな。逆時計使ったらアイテム全部元に戻っちゃうんじゃないか。時間を巻き戻すわけだからな。地震ナマズと雷大根ちょっとかぶってるから。でも催眠器はいくらだ。あと400、あと400円ぐらい。んー、じゃあ地震ナマズでもあんま高くなかったような気がする。あと
あといくら？あと52円、52円足りない。先月のドラ焼きは、先月のドラ焼き多分5円ぐらい、25円。万病は来るか。じゃあ、せちがれえな。はぐれメタル的なやつか。でも今まで見たことないからな。いや、これはでも買っとくべきでしょ、このくらい支払ってでも。12だぜ。よし。ほらほら、全然ダメージ食らないぞ。4ポイントだぜ、4ポイント。敵から殴られても4ポイントしか食らわねえ。円安もういないんじゃないか。あ、ドラ焼き。去年のと、去年か。去年か。お、え、な、なに？そんな力が。あ、逃げられた。戻ってきた。バリアポイントクソ強いな。これもう、当てじゃない、ドラえもん。これもう、ボス戦行っても勝てるんじゃないかな。何階なんだろう、ここ。もうガンガン階段を降りるか。いや、もうちょっと。ま、でもまだ。ドラ焼きがまだ、でも先月が1個あるか。満腹度が微妙なとこだな。あ、大丈夫、大丈夫。ドラえもんならいける。逆時計は、手持ちのアイテムも、戻っちゃうんじゃないのかな。わかんないけど。ちょっと実験してみればよかったか、一回。でもバリアポイントがすげえ強いから、もうガンガンいけるぞ、これ。よし、ここはもう終わりだ。次。いやー、ちょっとね、なんか、もったいなくて使えなかったな。お、ボス戦じゃなかった。なんか、見たことないできるぞ。なんだこいつ。怒りトリホ。トリホってなんだ。普通にオリジナルの敵かな。おお。くっく。あ、これ左下のやつ、これあれだよ、あの海底機関銃の敵じゃん。海底機関銃の。なんの雷大砲あるんだよ。よーし。あぶねえ。あんま、ちょっと待って。倒しきれてない。倒しきれてない。ほらほら、ポセイドンガードだよ。ポセイドンガード。海底機、くそ、こいつら。トリフォーは無限三原子か。そっか。よし。お、なるほど。こういう同士打ちもできるわけか。骸骨魔道だから。二つ星大魔道か。お、金金。ポセイドンカードが来た。鉄砲水。去年のドラ焼き。去年のドラ焼きはもうな、ショップないかな。ん、あ、来たか。扉のある部屋開けるやつがあればな、オープナーがあればな。まあ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 、しょうがない、しょうがない。あの時オープナーを売ってなかったら金がなかったからな。こんだけか。オープナーがあればな。くそ、ちょっと待って、これは厳しいぞ。ドラえもん、まっすぐ歩いて。よし。くそ。お前いい加減にしろよ。あ、やばい、敵が来た。よし、タイマンなら負けねえぜ。あ、防具が劣化してる。水鉄砲、そうか、劣化すんのか。バリアポイントが劣化するってどういうことか。ガンガン行こう。
もう、ああ武器がまた弱くなった。くそ、あんだけ殺した。こいつなんだ、気持ち悪いぞ。卵じじい、気持ち悪い。あ、去年のドラえきを盗まれた。あ、そうか、去年のドラえきを盗むほど腹が減っていたのか。かわいそうに。最高ウッキーの寝てるモーション、可愛かったな、今。ガンガン進もうかと思ったけど、あ、やばいやばい。盗まれるぞ。ちょっとだけ見て、階段に行くみたいな感じでいいかな。トリュフ多いな。わっ、あっ落ちるー、いてて、もう敵全然相手にならない。あ、ショップ来た、よし。マジックハンドはいい、忘れバットはいい。この辺はもういいか、いらんか。反動マント、反動マントは強いけど、あー、でもだいぶ今使ってる。でも8800円か、どっち買えないな、どっちにしろ。絶対安全がさ、ウルトラリング腕輪か。うん、金がないな。瞬間接着剤、金縛りか。金縛りだけ買っとくか。どうするかな。今回保留でいいかな。いや、買っとくか。もうだって14回か。次の回ボス戦の可能性あるし、瞬間接着剤買っとくか。じゃあ瞬間接着銃か。よし、強い。弱体化はしたものの、鍛え上げられた武器きたな。卵じじい、うわ、あー、やばい、なんか持ってかれた。去年のドラえき、あー、うん、あげますわ、それどうぞ持ってってください、それ。逆時計さっき使っちゃったよ、なんだっけ、種なしテーブルマジックで使うんじゃなかったな。実験に使えばよかったね。よし、お、え、2人いる。俺だけでいいって。お黙りなさい。え、待って、これ2対1かよ。やべえな、2対1はきついな。いいわね、行くわよ。フレイザード来たな。いや、さっき4対1で勝ちましたけど、昨日。とりあえず雷大鼓3回使おう。これで90ポイントでしょ。プテラ弱いな。よし、もう一丁、もう一丁。よし、ミニドラ頼む。こいつら2人を倒してくれ。いけ、おお、これなんか普通になんか仲間なんだな。でかくない、ミニドラ。ミニドラってもっとちっちゃくなかった。でも正面から殴り合いでいけるかな。あ、倒した、よし。いや、もうこれ勝てるな。いけ、ミニドラ、いけ、お、頑張れ、ミニドラ。よーし、よくやった。普通にレベル上がったな。よくやったぞ、ミニドラ。幻影に過ぎない。何度でも蘇るか。ミンドラ弱かったな。ていうか弱かったな、ミンドラ。イリュージョンのこの体か。くそ、いくら倒しても、あ、でも普通にクリアか。よーし、じゃあ今日まれだ。復活が必要なら幻影ではないのでは。なんかいろいろあるんじゃないか。
よーし、じゃあ今日ここまでだな。結構サクッとクリアできたな。これ持ってけば次のダンジョンも楽勝じゃないかな。このゲームほんと面白いな。アイテムの種類が多いからさ、新しいダンジョン行くと新しい秘密道具がバンバン出てきてすげえ楽しいわ。いや、できいいわこれ。いや、よかったよかった。はい、今日終わりだよ。今日遅れてごめんね。続きは明日かな。ありがとうね。バイチュー。最近ちょっとこのなんかおばあさんのモノマネが雑かなとちょっと自分で思ってるんだけど、どうかな。ハンターハンターのログだから、知ってる知ってるよ。なんだっけ、名前忘れたけど、確か昔買ったような気がする。それハンターハンターのログライク。ドラえもん終わったらそっちやろうか。ハンターハンターの、あ、確かあの幻のグリードアイランドか、幻のグリードアイランドだっけ。でもあれは面白いのかな。ドラえもん3並みには面白くないんじゃないかな。どうかな、わかんないけど。公式でっていうか、あのプレステで確か一番最初じゃないかな、ハンターハンターのゲームで。ハンターハンターのゲームの一番最初の頃のゲームで、まだそのグリードアイランドがどういうものかよく分かってない時に作られたやつな、プレステのやつ。探せばあるけど、あ、まあブラッドボーンもねあるけど、ハンターハンターはどこまで読んだっけ。選挙編くらいまでは読んだけど、でも結構うろ覚えだからな。まあドラえもんもうろ覚えだけど、念の種類も決められずか。ブラッドボーンは今日で盛り上がるのかな。 やってもいいけど、やりたいけど、 やってもいいっていうかずっとやりたいって思ってるけど、ファミ続けは鍛える。ファミ続けとは一体。ブラッドボーン、地底のダンジョン、福袋みたい。カービィは、カービィは大体やっちゃったからな。配信でできそうなやつは。スターラ最後までやるのもね。ブラッドボーンは盛り上がるのかな。いや、やりたいとは思ってるんだけど、配信して盛り上がるのかなみたいなとこはちょっと思ってるんだよな。まあドラえもん終わったら次はそうだな、まあブラッドボーンかな、やっと。ブラッドボーンもらったのいつだっけ、去年だっけ。コロコロカービィやろ。よし、じゃあ、まあ、とりあえず今日は終わりね。はい、終わりだよ、終わり。今日これで終わりだからね。はい、終わりだよ。バイチュー。